そういえば、あなたのために悪魔交換。断片は悪魔のかけら、バラバラにちぎれた魂、それを無理やりつなぎ合わせてもう一度生まれ変わらせるのよ。ねえ、それって残酷？それとも優しい？いらっしゃいませ、ご主人様。私と召喚したいのですか？ 3 stars from that。召喚を始めます。Yes。Wow, a whole bunch of fucking garbage that I already had plenty of. こういうのが好きなのですね。What is the difference between these two? Oh, that they used files instead of gems. Gotcha.I feel like I should wait for an event instead of just buying the normal one. And I'd like to have stronger demons. I will ask in the general chat.It's her birthday? Apparently. Events don't change the superior summon pool.Not right, because the event they got going now has different summons in it that you can't get to unless you paid real money, which is ridiculous. Team 3 star.Dante, huh? Oh, look at that. So, save my shit for next week. And get Dante. I mean, that's what I figured, but, you know, ask the locals.Since I accidentally started up the game again, not started up the game, but accidentally got stuck in a cutscene, we'll start playing again. After I deal with my demon problem.
What's up? 調子どうよ。万物が交わりし、ハザード。If I could have multi-summoned other things. というマガマガしさだ。Did I really just fuck that up by making that thing with the thing that I need? And that little blobby thing isn't even an option on this. Oh fuck.悪魔が誕生したぞ。Don't have any other magic combinations, it looks like. Use things I have, that's what I get.More of a variety, Gavin. いいだろう。嵐。合体は成功だ。いいだろう。素晴らしき悪魔が誕生したぞ。いいだろう。素晴らしき悪魔が誕生したぞ。いいだろう。素晴らしき悪魔が誕生したぞ。That is already...悪魔が誕生したぞ。いいだろう。嵐。合体は成功だ。いいだろう。素晴らしき悪魔が誕生したぞ。
paid one of those. I guess the rest of these things are just bread. New guy. Because why not? Keep one of each. こんにちは、リーツ。この種、欲しい。人と悪魔をつなぎし霊域。悪魔売却について説明しましょう。どんな人に悪魔を売っているのかですか？ 裏の世界では悪魔の需要は結構あるんです。戦闘用、魔術用、鑑賞用、曖昧用、それからほら、ダンジョンでご飯を食べるあの漫画みたいな。私もちょっと食べてみたいです。Okay. この悪魔を売却します。 So at least one, because it's probably an achievement somewhere. たまには飲んびりしたいね。オーダーが発令されている。戦いの準備できてますか？ I can expand my slots here. いらっしゃいませ。何かご入り用ですか？ You can put in. Even 3-star.
結構本格的なところですね。入場料金3200円とは恐れ入ったぜ。それはそうですね。ええー、そうですとも。お、沢田雅宏。のっと、いきなりボスの登場が。展開が早いの好きですよ。本格も何も、こここそ本物。一流のアートが集うのだから高い。それだけのことですと。リベレイターズでも分かりますね。待ち伏せされていたってことか。ですね。一流って自分で言えるのはすごいですよ。しかもどれもものすごいシンプルな感じのものか、はたまたどこかで見たことがあるようなものばかりなのに。バカを言われますな、リベレイターズのお子様は。これらはすべて現代アートの頂点ですよ。ここにあるのは無論オリジナル。なぜなら私の作品だから。シンプルゆえに素人には似て見えるものもあるでしょう。ただそれだけです。一般国民には難しいですかな。そもそも日本を代表する芸術家ですから、パクリなどありえません。すさまじい開き直りだな。開き直り？何よバカな、観光庁からのお墨付きですよ。これから世界に発信するクールジャパン商品すべてに私のロゴが使われることがほぼ決まっているんですからね。あ、この間ニュースになってたやつですね。戦隊もののロゴマークと酷似してるって炎上していたやつ。パチモンマークつけてそれを世界に売り出そうってのか。観光庁の連中なんて賄賂の額しか見てませんからね。ネットの炎上なんてどこ吹く風です。何かに似てようが関係ない。いや、どんなものでも実際どうでもいいんです。だって分かりませんからね。みんな誰も気にしない、私も気にしない。 And that is true art. ロゴ付き商品の販売価格の 1% または1つ販売するごとに4円の使用料が私の懐と国で分配されるだけです。かなりの額になりますね。そんなのうまくいくわけない。ネットで検証サイトだってうまくいきますよ。ネット炎上に物理的な力はない。リアルワールドで行動を起こした勇気あるバカたちには、私の操り人形が物理的に抗議させていただきますからね。それが電子ドラッグの目的。まあ、もともとは違う用途のために作られたものだったんですが。それじゃあ何のためだ。話し疲れましたね。先ほどまで芸能人の芸術センスを審査する番組に出ていましてね。ああ、テレビですよ、テレビ。よく呼ばれるんです。上の階でお茶を飲みますので。それでは。逃がすか。逃げはしません。上でお待ちしておりますよ。リベレイターズの皆さんが私の部下を倒せたら、また我々が相手だ。リベレイターズ、アコライツの D2。 準備完了、行くぞ。
な無事だね。沢田を追うぞ。ここまで追い詰めたのに逃げられるのはごめんだぜ。上の階と言ってましたね。ホームンクルスか、安く使われやがって。来い、僕の悪魔たち。無事だね。さて、いよいよ次がクライマックスですかね。お、リカさん、どうしました？いえ、こちらのこれ、いい絵だと思いまして。沢田の自画像か？というより等身大パネルだな。分かっていただけませんか？ほら、こうしてじっと見ていると眉間に打ち込みたくなりません？ああ、エアガンの標的か。マンターゲットってやつだな。でもご安心ください。一番標的に理想的なのはあなたですから。へい、追い詰めたぜ、沢田雅宏。追い詰められた？私が今？冗談でしょう。他に俺たちとやり合いそうな部下もいないようですが。真に追い詰められるというのはこんなものではないのですよ。喋れば叩かれ、黙れば叩かれ、逃げれば追いかけられ、どこへ逃げても逃げ場などない。全ての人が自分を睨んでいる。そういう状況こそ追い詰められたというんです。それって5年前のあの盗作騒動？盗作ではありません。書店で見て影響を受けただけです。オタク向け漫画とデザイン業界は別世界、そう思っていたんですがね。ネットというのはどうしてこう世界を窮屈にするのですかね。あの時アコライツが救いの手を差し出してくれなければ今頃どうなっていたか。パチモンで気づいた砂の城の王がよく言うぜ。そこでアコライツに入り、Does the game with the recycled mechanics from a million other games? あれはもともと君らのような者たちを発見し排除するためですよ。悪意の伝染を阻害できる人間、アコライツにとって障害になりうる存在、共感指数の高いものを発見し排除するための電子ドラッグだ。利用できるものならば利用し、そうでないのなら自殺に追い込む。
そんなアコライツの品だった。その際の洗脳機能が便利でね。うまく利用すれば、私の意のままに動かせる奴隷ができた。それで自分にとって邪魔な奴を次々に排除していったわけですか。あんなにネットで騒がれても消えないなとは思っていたけど。墓穴だな。それで目立ったことで俺たちはここへ来た。そしてこうして今追い詰めた。人の話は聞きたまえよ。私は追い詰められてはいない。何ら変わらない日常の一日だよ。今この瞬間もまた日本はもちろん世界的にも認められたこの沢田正宏。デザイン業界はもとより政治家やマスコミにも強力なパイプを持ち、指揮者として崇め奉られるこの上級国民の沢田正宏。アコライツにおいてレフティの名を与えられたほどの男。この沢田正宏ことレフティが追い詰められることなど二度とないのだ。この私の力を見せてやる。行くぞ一般国民ども。準備完了、行くぞ。上級国民だぞ。私はパクリを自作と言い切った時にあなたは一般以下ですよ。あれはコンペに勝つしか会社を維持するにはちゃっかな。哀れですね。魔が刺したんだ。心に悪魔がささやいて、私は悪くない。求められたから。メガキンのこの間の配信以降、ネットすごいことになってますよ。どの配信だ？俺様の動画は全部ハリケーンクラスだぜ。レフティーですよ。証拠とともにアップですから。もうすごい。観光庁で関わりのあった人間の特定作業が進んで大炎上です。例のクールジャパンのロゴも取り下げる流れですよ。政治やマスコミは手中に収めても、ネットや俺たちまでは制御できなかったあいつの負けってわけさ。俺たちはいつだって自由だ。電子ドラッグの方も解決はできたんですか？物が物だから
完全根絶ってわけにはいかないですが、悪魔の力が入らなければ犯罪や自殺を促すほどの力はないようですね。政治家も電子ドラッグの規制を慌てて検討し始めたらしいですし、きっともう大丈夫ですよ。そうですか、なら安心ですね。偽物のアートで崇拝、まがいものの幸福で、すべてが、はい。虚しい話だぜ。こんちゃーっす。ああ、リリー、どうしたんですか？複雑な顔をして。怒っていいのか、お礼を言うべきか迷ってて。あのさ、あんたたちが出て行った後、すっごい数の襲撃が。やっぱりあったんですね。ちぎっては投げ、ちぎっては投げの大活躍しちゃった。おかげで全員からチャージ量がっぽりだけどね。 And you can upgrade the base. Oh. でも戦ってる最中にお店がちょっと壊れちゃって、しばらく休業、うん、ってわけだから、リベレーターズの仕事に集中してくれると。ま、今描いてるライトノベルもネタに詰まっちゃってるしね。くだらなくても何でもいいの。だってバカでも描けるんでしょ。ネットにそう書いてあったんだよね。だからプロ目指して頑張ってるわけ。ライトノベル作家ってみんな大金持ちなんだって。夢があるよね。とても横島な夢ですね。ヘイアイリン、パクリはやめておけよ。はあ、何言ってるのメガキン。ラノベはパクリパクられが醍醐味よ。それってネットにそう書いてあったよ。I mean, that's always right. いいのいいの、なんでもいいの。売れてお金になればそれでいいの。リベレーターズにもレフティが生まれそうだな。Talk eater joined. もっと悪魔が欲しい。ここはバンマの社、悪魔を育む下法の。ここはバンマの社。あ、さて、それでは楽印について手ほどきいたしましょう。楽印とは悪魔たちに特殊な概念を植え付ける印です。例えば、法一さんがお経を身に記して対魔力をブーストしたように、その身に印を刻むことで力を高めることができるのです。もっとわかりやすく言うなら、悪魔が身につける装備品ですね。それでは早速烙印を装着してみましょう。Okay, I guess we're equipping this one. Is what? Lakuin を装着します。Enhance. Lakuin の強化を行います。レベルがあるところまで到達すると、さらに極限を目指し、でももしその烙印が気に入らなかったなら
それを外すこともできるんです。烙印を取り外しますね。どうでしょうか。なんとなく感触はつかめましたか。他にもセット効果など学ぶべきことはまだありますが、それはおいおい覚えていただければいいかと思います。まずはいろいろな烙印を集めてみてください、ね。レアリティの高い烙印はそれはそれは強力だそうです。究極の悪魔作りに欠かせません。ぜひ探してみてくださいね。Oh, I wanted to actually equip them too. So thanks. Konnichiwa, D2-san. Don. Ma, onaji shurui no rakuin wo omochi mitai desu ne.装着します。烙印を装着します。烙印を装着します。カップリングは大事なのです。烙印でも殿方でも。烙印を装着します。So look, the set doesn't go to 5? 烙印を装着します。Any other kinds? They all look like they're life brands. 烙印の強化を行います。強化した烙印をお持ちですね。その尋常ならざる性能、その烙印なら新たなる強化手段を試すことができますよ。手順は変わりませんので、まずは試してみてくださいね。Oh wow, someone broke doing that. Oh, whoops. But Cell Brand. Konnichiwa, D2-san. Ara, so yeba, D2-san. Rakuin Maidoku wa tsukatte iru kashira?烙印は気づくと溜まっているので、まめに整理するといいですよ。
Tell me I have to sell them one at a time. I don't want to sell all the one star ones. All of them. There we go. That's what I was going for. That's selected. Why does everything gotta be tedious?
楽園の強化を行います。ここはバンマの社。このボードいいでしょ。新しいサービスが始まったぜ。その名も悪魔派遣だ。悪魔も増えてきて、ストックで眠ってる悪魔もいるだろう。そいつらを有効活用しつつ育成もできるってサービスだ。このボードいいでしょ。So what's foul? I guess I have no foul? Okay then. Spoon's too big. Yay!
want that. Come here. It is 1/200th of a summon. Well, shit. But it is a 5-star guarantee. That's something. I'm gonna look at these guys and see what they do. また少し強くなったみたいだ。 I'm gonna focus on Mega Dickhead. That talk thing. Seems very useful. But there's just a tea party here.
That went hentai real quick. Hello, MegaTube! MegaKin desu! Kyou mo Tokyo tonai bousho kara douga o otodoke shimasu. Mazu wa chimata de dai ryūkou no are wo shikai. Down schoolgirls and spreading things behind them. Rokkakkei no hako ni chokon to tobideta sankaku futatsu. Ao! あの、いい君らならもう分かっちゃう。そう、ニャンチョコだぜ。俺もハマってポリポリ食ってもう夢中。食べ過ぎに注意な。でもついつい食べちゃう。最高。ということで、ニャンチョコチェック。ちょうど配信が終わったところみたいですね。悪い、待たせちまったかな。Be more popular, I need to be a douchebag with goggles on my head. Got it. 今日のご用は。ああ、リカはすでに知ってるかな。昨日も連続殺人事件が発生した。その件ですか。いいリアクションだ。その考えは正しいよ。いやいや、女子高生ばかりを狙った連続殺人事件だ。しかも被害者は全員私が通う学校の生徒なのです。私のクラスメートにはまだ被害は出ていませんが、いつ狙われるか心配で登校できなくなった人もいます。みんな次は自分じゃないかと内心では怯えているはずです。そうだから、一刻も早く解決する必要がある。それにこの事件の裏にはアコライツが絡んでいる。断定していいのですか。ああ、悪いことの裏には大抵奴らがいる。何でもかんでもアコライツに結びつけすぎだと思うかい。そりゃそうさ、世の中は実際奴らに支配されかけてる。それにどうにも匂う。奴らの影を感じるんだよ。このまま野放しにしちゃいけない。 You OK? もちろんです。放ってなんか置けません。それにクラスメートが次々と転校でもしたら嫌ですからね。転校とか考えている子はもう出てきてますか。表向きはまだ。でも時間の問題でしょう。まあ普通の親なら考えちゃうかもね。だからこそ一刻も早く調査に出る必要が。場所は九段下女子学園。それが私の通う学校です。 OK、 それじゃ連続殺人事件の捜査開始だ。 Start by investigating the girl with the guns。Oh, well then. Sosa to eat must kiddo. Good idea, can you nanny or sliver? Acolytes no shoko atsumeto. Aratana jiken has say no soshi. Jiken has say no soshi to yunoga. Ichiban muzkashi desne. Shirokuji chumi hatte inaito, donimo narimasenkara.まず事件発生の状況を伝えよう。間違いや補足があれば教えてくれ。わかりました。まず事件の舞台は九段下女子学園という高校だ。そこの女子生徒のみを殺害するシリアルキラーがいる。
Ida stepped away. 連続殺人犯のことです。映画などにもよく出る言葉ですよ。殺害行為を主目的に行う犯罪者のことです。厳密にはシリアルキラーとこの殺人事件は違うと思う。何かその裏に意図を感じるんだ。意図ですか。ところでリカさんの学校ってかなりのお嬢様学校ですよね。そこそこにはです。嘘ばっかり。超絶お嬢様学校でしょ。私も行きたかったんだけど頭がな。女子の園だもんね。女子校だから女子の園に間違いはないですけど。いいな、いい匂いだろうな。男子臭がしないって最高。Sounds like copper. まあそこの生徒たちが狙われた。場所は学校の外周の道路付近。殺害現場は決まっていない。この犯人の変態チックなところだが、殺害の瞬間から犠牲者が死ぬまで動画を撮り、そいつを流すことだ。特定の会員限定サイトじゃなく誰でも投稿できる動画サイトにな。最悪なやつよね。そんなものを喜んで見るやつらが多く、何十万もの視聴者を確保してます。あんたもその仲間じゃないの。冗談じゃないです。俺はただのホラー映画マニアです。他人を傷つけて楽しむスナッフフィルムは嫌いです。はい、それはその混ぜちゃってごめんなさい。ちなみにスナッフフィルムっていうのは、I know what a snuff film is. 撮影した映像のことです。この事件の特徴がそのスナッフフィルムです。すべての被害者の殺害現場が撮影され投稿されています。つまりは殺人実況さ。悪趣味極まりないよ本当に。もちろん運営は決して回るが、面白がって複製するやつもいる。それも含めてまずは調査だ。よろしく頼むぜ。Those three guys got arrested because they made a video with no mask or anything, just brutalizing a guy. 本格的な捜査をするなら、ルーキーに戦闘の手ほどきをきちんとしとかないとと思ってさ。私たちまだ一戦交えてないしね。一戦交えないとダメなんですか。当然、先輩ずらしたいし。そんな理由ですか。それじゃサクッとバトル行くよ。来い、僕の悪魔たち。よかった、みんな無事だね。これなら殺人鬼相手でも大丈夫ね。オーケー、成長著しくて頼もしいぜ。それじゃリカ、ソンシャン、ルーキーの3人は九段下へゴー。リリンは、私はこの後水着カフェでバイトなのよ。ああ、なるほど。では3人で行きましょうか。ええ、出発しましょう。Hide out and see how my training thing is.
meant to check that earlier. I'm not at home.無事だね。 バスターに新しい任務が増えたぜ。これは罪の烙印。文字通り烙印に関わる任務だ。ターゲットに指定された悪魔は強力な烙印を持っているらしいぜ。これはデビルバスター全般に言える話だけど、 勝つためには敵に合わせた編成をすることが重要だぜ。闇雲に突っ込んでも返り討ちにあっちまうから
要注意。人と悪魔をつなぐ指令。That was ready. Insufficient materials. こんにちは、D2さん。どんな秘術が望みでしょう。I'm not good from here. I have some in here. So. If anything neutral is not efficient, you, but you're not next level. Oh, you don't have to be for awakening. Shin の力を目覚めさせます。I was thinking awakening was the combined thing.バンマの社へようこそ。Fallout Batman. Silver Shroud. よし、ウォンテッドが見つかったみたいだね。発見されたウォンテッドはデビルバスターに登録される。早速。I've just hit back from the menu I was already in.
そうそう、大事なことがもう一つある。ウォンテッドはフレンドと共有されるんだ。つまりフレンドが多いほど挑戦できる機会も増えるんだぜ。それじゃあ実際に行ってみようか。レッツ。準備完了。行くぞ。Like 2 days or so. Cancel my auto. Yeah, I'd never even heard of it till 2 days ago. I was just browsing things in the App Center, trying to find a new game to play. Not really. I mean, so far I've pretty much just been auto-attacking everything. I haven't run into really challenges yet.
Yeah, I haven't even touched any hard mode stuff yet. Seems like a pain in the ass to keep doing. ここはバンマの社。真の力を目覚めさせる。技術は成功です。人と悪魔をつなぎし霊域。バンマの社へ。So far, the main character is pretty much the only one I've been leveling. Yeah.
この調子で行こう。無事だね。慣れたかな。Those two looks like they both give you auto buffs. I'm guessing that's the reason to get them. Thank you.
この調子で行こう。I'm assuming Thor is the only thing I have worth a damn. Tell you what I actually have before I say that. What I got so far. I already found a guide for making at least one of those things. The one that I guess is fodder. The Kambaris. Finally out of stamina. Energy, whatever. その前に君の任務覚えてる？おう皆殺しだ！って違うでしょ？消息を絶った調査隊の捜索忘れないで。残念ながら調査隊の現在地は不明。少しずつ先を目指すしかないわ。手順は覚えてるわね。ボスを倒してゲートを渡る。それじゃ、探索開始。無事だね。
強していこう。これは手帳みたいね。名前は藤田。ああ、調査隊の一人だわ。どれどれ。藤田君は学者だから難しいことを考えるのが仕事だけれど、ともあれ手がかりには違いないわ。持っていきましょう。慣れたかな。探索は順調なようね。まあ、私も一緒に戦えたらもっと楽になるんだろうけどね。いや、こう見えて私も D2 なのよ。ただ、一応ここの門番だからね。ゲートの維持に専念してるのよ。人間がここに存在し続けるのって実は簡単ではないのよ。つまり私は私で頑張ってるから、戦いはよろしくねってこと。頼りにしてるわよ。Nifty, the reverse fusion thing.
になれたかな。Pretty sure I already have some of the things that make the Ose or however the hell it's pronounced. I don't know how to make it teal though. And to get the teal in the first place, I'm gonna have to find that in the wild. Can't just make that. Looked at it, but I have it.
I don't have any stamina left right now. ここまでは順調ね。君に少し説明しておくわ。このアウラゲートについて、龍脈という言葉を知っているかしら？人の悪意や善意などの気の流れ、集合無意識のたゆたう場所。そうした気の流れを私たち研究者は龍脈と呼んでいるわ。このアウラゲートはその龍脈とつながりがあると考えられている。龍脈から漏れ出した気がよどんで檻となり渦巻いている。そういう場所ではないかってね。まあ私もよ。実際まだわからないことだらけなのよ。この場所はいつからあるのか、なぜあるのか、何一つ分かっていない。すべて謎。門番なんて言ったって何も知らないに等しいの。なるほど。何も知らないということを知っていると、無知の知というわけですね。愚かしい。誰？我はダンタリアン、地獄の大公爵。この辺りの階層を支配する大悪魔ですよ。階層支配ですって？いかにも。侵入者があると思って来てみれば、取るに足りない愚者二人。地の探求を中断する価値もない時間の。あ、this is five。では、ごきげんよう。もっと地を、万物の答えを。どういうこと？特定の悪魔が階層を支配しているなんて聞いたことがないわ。考えていても仕方ないわね。あいつを追ってみましょう。無事だね。あの悪魔は見当たらないわね。果たしてあいつが調査隊の失踪と関係があるのか。ともかく先へ進みましょう。していこう。
な無事だね。無事だね。I think it goes to what, 50? So that's halfway there.慣れたかな。Are the characters from other games worthwhile? Like I saw Bayonetta in the game, and I heard people talking about Dante. Yeah, I figure I should save my gems for that event or whatever the hell they're called. Shards. Purple thingies. Yeah, the someone I want is Dante. の切れ端のようね。この筆跡、山荘で拾った藤田君の手帳の一部だわ。
Really, usually you don't want to spend the rare currency on the less rare currency in these games. Not as a free player, anyways. Yeah, I was saying that usually in these games you don't want to spend the rare currency on other currency. You can grind out the other stuff, but gems not so much. I do not love this kind of stuff. I feel like that one was rigged. The first one's always rigged. Makes you think you can win. I did win. But
So I was saying it's rigged, the first one that make you win. But the numbers only went up to 30, so it's like 3% jackpot.無事だね。
みんな無事だね。そうか、ここがこうなって、はあ、わかる、わかるぞ。ちょっと、あなた、藤田くん？ん？ Can you give the guy a face? 西川先生か。無事だったのね。一体何があったの？他のみんなは？ Faces aren't in the budget. 僕は調査をしているだけだよ。知りたいことが山ほどあるんでね。調査ってもうそれどころじゃないでしょ。とにかく一度外へ出ましょう。詳しい話を聞かせて。お断りだ。そんな暇はない。すべての知識を得て、すべての謎を解き明かすまで誰にも邪魔はさせない。ああ、もっと知りたい。すべてを知りたい。したっていうの？ええ、私もそう思う。ダンタリアン、あの悪魔と同じようなことを言っていたわね。取り憑かれているのか、操られているのか、それはわからないけれど、何か関係があるのかしら。力になれたかな。無事だね。
そういうことか。このアウラゲートの奥には。藤田君、またあんたらか。言っただろ、僕は忙しい。地の探求を続けなければ。何言ってるの？一人でここを歩き回るのは危険すぎるわ。すぐに悪魔にやられてしまう。ああ、それなら大丈夫。大丈夫なんだ。僕はもう大丈夫になったんだ。だから構わないでくれ。あーもうわけわからん。急いで追うわよ。いたわ。追うわよ。次は問答無用で捕獲するわ。That's fun.藤田君、悪いけどここまでよ。力ずくでも拘束するわ。しつこい奴らだな。才川先生、あんたあれだろ、僕の研究を横取りする気だろ。あんたも学者だもんな。僕の知識が欲しいんだろ。残念だがそうはいかない。僕は力を手に入れたんだ。すべてを知る力を。この世の神羅万象、ありとあらゆる謎を解き明かす力。あなた何を言って。ほら見てくれよ、僕のあふれるほどの知性をさ。嘘でしょ。前は地獄の大公爵ダンタリン、すべての地に、すべてを明かす者。どうです、
これが僕の得た力です。願いは叶った。知りたいという心からの願いが僕にこの姿を与えた。さあ我が地の探求を阻む者たち、その知識をよこすのです。なんならその脳から直接すすって差し上げましょう。慣れたかな。おお、すべてが決めた。これが、この宇宙の法則。ありとあらゆる。Getting your ass kicked is the answer to everything? 答え。やっぱり藤田君なのね。一体何がどうなっているの？そうね。そう見えたわ。取り憑かれたのでも操られたのでもない。彼自身が悪魔になっていたなんて。これは IC レコーダー。また置き土産ってわけ。聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。三上隊長、これは一体何なんですか、この穴は。わからない。ここの奥にこんなものがあるとは。だがこれがアウラゲートの核心、本質なのかもしれん。どう思う藤田。わかりません。でももしこの秘密を解き明かせたなら、僕は何か偉大なものになれるような、そんな気が。待て、何か聞こえないか。願い、あなたに願いはない。最後のは何？悪魔？それとも A demon or the next floor?探索を再開する前に状況を整理しましょう。まず私たちの目的は調査隊の捜索よ。残念ながら5人のうち1人、藤田君はもういない。悪魔となって死んでしまった。人間が悪魔化するなんてとても信じられないけれど、私たちは確かにそれを見た。その原因も探る必要があるわね。そして IC レコーダーの会話、アウラゲートの奥に穴があると。そしてあの声、願いを尋ねていたわね。わからないことだらけだけれど、改めて君にはその調査も頼みたい。いいかしら。してるわね。そこらにいっぱい落ちてるでしょ。ともかく頼りにしてるわよ、腕利き D2 さん。 I think I need to check on my energies in other games, because I've been at this for 2.5 hours, so yeah, been time to start looking at some other things.